卵取った卵取った卵取ったイエーイイエーイ。え、まさか俺このゲームで人間を殺めるとは思う。近すぎるだろさすがに。ダイナマイトこっから使えない？ダイナマイト放り投げられないかな。ちょっとめちゃあーババ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 バ。チューチューチャールズ。いっそー、ジンです。2日目、とりあえずやることとしては島の中央に卵を3つ持っていくとチャールズと決闘させてもらえるらしいんだけど、どういうことだよということで、この前はね襲われて終わっちゃったんだよな。いや本当に嫌な事件だったね結構上から見下ろせるようになってたんだね。結構広大だな。え、めちゃめちゃ広くないかなんかノロノロしてたらさ、またチャールズを襲ってきそうで怖いな。バックトゥーザフューチャー。はい、バックに出ます。そこだね、67メートル。一番近いところに来たら止めよう。はい、敵いない、敵いない、いない。オーケーオーケー、敵いません。あ、トロッコか。あ、スクラップ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 、止まってください止まってください。はい、止まってください、ありがとうございます。スクラップはね、ちゃんと定期的に集めていかないと。誰かいますか？誰もいませんよね。誰かいますか？卵を守るギャング。卵を守るギャングってなんだ？トロッコ、あ、トロッコ押せないな。うわー、こういうとこちょっと怖いな。何か良くないものが、あ、手紙がある。またなんか長文のややこしい、すげえ長い手紙だ、絶対。ちょっと黙読するね。あー、なんか奥でやべえもん見つけたって書いてある。からウォーレイジン早く来てくれって。それが卵のことなのかな。隠密行動、前かがみになって敵に見つからないように偵察する。あ、こういうこと？こうでいいのかな。これしゃがんでる？ちょっとしゃがんでるか怪しいけど、しゃがんでるということで。あ、行き止まり、行き止まり。Hello? Hello? ラーマ？ラーマ？迷っちゃう、こんなの。迷っちゃった。もうすでに迷ってるんだけどね。お、早速来ちゃったかもしんない。見るからに怪しい場所がある。なんか汚いな。だからいちいち空に飛ぶな！行こうか。行こう、ゆっくりと。ゆっくりと行こう、スクラップは。逃さない。スクラップハンター。誰かが口笛を吹いてるね。います？ちょっと今言ったよね。お、卵あるじゃん。え、普通に取れんだけど。そんな簡単に取れる感じ？あ、なんかもっと警備厳重なのかと思ったら、なんか普通に取れたね。え、これ持ち帰ってさ、すぐ戻ればいいだけでしょ。あ、これやばいかな。あ、卵なくなったってことに気づかれた。卵ってさ、一つの場所に一個かな。一つの場所に一個っぽいな。ま、あと走って逃げたらいいんじゃない？うわ、戻れるかな？俺場所覚えてないかもしんない、あんまり。多分ね、左に行ったらいい気がする。左、左、左、多分左？トロッコがあって、うわ、道あるあるなんだけど、前から見た時と後ろから見た時の景色が全然違うから、どっちから来たのかわからなくなるやつ。でもこっちだわ。下がったからね、多分。こっち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 。こっちどっちどっち、あっちこっち。オーケー、取った取った。卵取った卵取った卵取った。イエーイイエーイ。卵取った卵取った。じゃあ汽車に戻って。チャールズって書いてある。この汽車もまたチャールズ。なんか社長の名前がウォーレン・チャールズで、そして、汽車もチャールズ。やっぱ社長がなんか化け物にされちゃったんじゃないの？なんか水色の人いるわ。必須ミッション。あ、じゃあ水色のやつんとこに行ったらいいのかな、とりあえず。じゃあここに一旦ピン立てて。あ、戻るな、戻るな。いや、ピンの立て方がわからん。いや、近くなりすぎだろ。あ、こうね。ちょっともうちょい離れてください。距離感、距離感。あ、こう、距離感。じゃ、こっちに向かって出発進行ってことね。なるほど。1287メートル遠いな。では皆さんを快適な空の旅へとご案内します。空ではないか。
じゃあここから歩いていくか。また卵を取らなきゃいけないわけだからね。うわ、この色合いさ、お好み焼きに見えん？っていうことをさっきも言ってたんですけど、録画ボタン押してませんでした。ここめっちゃ遠くね、採掘場まで。あ、誰この人。おお、いきなり、なんだ、なんかヘルメットかぶったみたいな人来たんだけど、なんだよあいつ。びっくりした。あ、もうここ警戒地域になってるわけね。ね、すげえ追ってくんじゃん。なんだよ。あ、武器俺持ってないからさ、俺今緑の卵しか持ってねえ。あ、スクラップは一旦取って。うわ、やめて、痛いって。ちょ、開けて。オッケー。え、このまま入っていいのかな、中に。あ、おお、全然追ってきて。おい、やめろよって、やめてください。全然追ってきてるわ。ちょっと、あー、落ちそう。綺麗な色でね、青色の卵とかありそうだよな。あ、こっちじゃね。え、今回意外と近いね。うわ、レンガのなんか重厚なやつ。あ、ダメだ。もうこれちょっとやばいかもしれん。あ、おー、ちょっと、すげー近くにいるじゃん。ちょっとやめて、やめて、パンチできない。ボーン、なんで、どんな仮面かぶってんだ、その顔を見せろ。こう、怖っ。脱線しました。脱線じゃないだろ、乗ってねえぞ、俺。そこそこ戻される。さっきのやつにさ、見つからないように行ってみる？どうなんだろう。ちょっと膨らんで行ってみようか。少しこう膨らんで、スズムシの声に耳を傾けながら。うわ、でもここら辺から来たな、そういえば。しゃがんで見つからないようにしていけばいいのか。でも相手の姿はちょっと細くしたい分。なあ、なあ、なあ。おお、ダメだ。あ、もうダメ。ちょ、一旦汽車に戻って、ぶっ倒した方がよくね。ああ、なあ、ファック。ファック、ファック。ちょっとやめて。汽車まで来たらもうやれる、多分。あ、てとはターン。どこだ？やれるかな。あ、やれる、やれる。ちょっと、やめろ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 、はい、やってしまった。え、まさか俺このゲームで人間を殺めるとは思ってなかった。あ、まあ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 、いい、一人撃退、一人撃退。もうこれさ、線路ない道もさ、電車で走りたいんだけど、ダメ。はい、そしてまた潜入しますよと。あんま走んない方がいいんだよな、多分。あ、なんかワカメもね、いっぱい生えてて。え、でもさ、あの儀式場結構近かったよね。あ、近い近い、全然近いね。うわ、まっすぐ行ったとこも気になるけど、まあこっちだろうね、多分。え、ここ通れるくね？電車通れるくね？トロッコか、トロッコ通るのか。誰かいますか？近すぎるだろ、さすがに。おお、やめな、やめな、もう突っ込むしかない。ちょっと、追い詰めんな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 、何やってんだ、スクラップは取る。冷静にスクラップは取る。あー、やめて。もう卵だけ取ってなんとかいけないかな。ちょっと、体を横に動かすことによって、なんか外れっぽい、ここら辺。あー、これ卵か？あ、これ落として。あー、脱線。なんか難しくないですか？いつもやん。でも多分ね、あそこにレバーがあったから、一旦、あそこで曲がり、レバーを上げて、そして出てって感じなんだと思う。じゃないとあっちに行く意味がないから、そんなダミースポットはありえないわけよ、まあ。ゲーム博士の俺からするとね。うん。まあ、ゲーム博士ではないけど。意外とやってない。うわー、この色好き。これは、あの、ブルーハワイの色ですね。口笛吹いてんね。あ、そっか、口笛の音でなんとなく場所察してくださいみたいな感じか。もうずっとしゃがんでいった方がいいな、多分。どっちだろう、裏かな。裏、こっちに歩いてたってことは、多分後ろには戻らないでしょ、多分。あ、いい感じ、いい感じ。あ、こっから上にも行けんね。あ、こっちに卵か。じゃあ、ってわけでもないな。宝箱あった。あ、そういうこと？ここで、OK！ OK！ Oh yeah！ ああ、ダメなのか、最初からかよ！はい。はーい！はーい！はーい！OK！ はい、開いた。これ何？青色のペンキの缶が汽車に追加されました。ただ青くするだけ、これ絶対いらないだろ、別に。カラーリング要素。じゃあ、まあ、レバー上げるか。あー、吹いてる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 。
口笛吹いてるね。気持ちよくなってんね、めちゃめちゃ。なんかいいことあったのかな。チョコボール買ってさ、銀の羽当たったとか。あれなかなか当たんねえからな。あ、レバーレバーレバー。あ、でもここ、あ、ここ気づかれる可能性ありますね。あ、卵取りました？オーケーオーケー。順調ですよ。もういないですよね、さすがに。あー、また口笛吹いております。ブー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 、あと一発は耐えれる。オッケー、イエー、 I am スーパースター。オッケー、2個目の卵ゲット。めっちゃ追ってきてる。でも絶対汽車に乗れば、汽車に乗れば俺の最強の武器があるから。オッケー、これでやるわ。どこ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 、はい、ナイス、やった。1人やった、もう1人は、あ、いた。どこどこ、ちょ、光で見えない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 。ちょっと身ぐるみ剥がせない、剥がせないか行ってみるか。え、女の人っぽい。うわ、銃取れないな。あ、ダメだ、剥ぎ取りチャンス失敗。あ、これで青くできるってこと？え、いい。え、こっちの方がかっこいいかも。これ、イソサンダーブルーマウンテンジンだわ。ダサいな、相変わらず。多分ここら辺で止まって、あ、オッケー。あー、やべ、ちょっと通り過ぎた。オッケー、オッケー、オッケー。行こう、行こう、行こう。67m、そこそこ近いね。誰かいますか？上にいるんですか？何ですかこれ？アラン、アラネ、アラネアルムメンデンベルデン、なんか止まるとこじゃない多分。どうやって上に行くんですか？あの、ここから登ってってもいいですか？壁ジャンプできますか？無理ですね。あ、スクラン、あ、スクランブレッグ？うわ、なんかいいものがありそうな部屋。しゃがんで入れないかな。だから上に飛ぶな。しゃがんで入れないかな。あ、入れないな。え、この紐みたいなの何？ここら辺のさ、なんかそういう伝統の建築なのかな。あれ、いない。上にたどり着けないかも、これ。どっから行くの、これ。木でも登る？え、マジで行き方わかんない。ここら辺、ちょっと、入れさせて。怪しいものじゃないです。あ、扉あった。全然扉あった。あ、ごめんなさいね、なんか。扉ありましたよ、お邪魔します。おい、誰かいんのか？おい。急に強気になるやつ。おい、誰かいんのか？おい。下にはいないね、やっぱ上か。いや、中立 NPC とも限らないからね。裏か。裏を取られたらまずい。絨毯赤いな。あ、あれ、いなくね？あ、いたわ。張り込み報告3日目ロケーション4、ちょっと目読するね。あー、なんかチャールズはピーマンが苦手なんだって。うん、子供。あ、この人、まあ、話しかけよ。早く話しかけよ。親父が話してた収集家か。え、友人の息子ってことは俺の兄弟じゃん。他から聞いてると思うが、鉱山のボスウォーレンは大惨事を引き起こし得る危険なモンスターの卵を守ってるんだ。俺らの計画はチャールズを召喚して決闘に誘い出すことだが、万が一に備えて罠も念入りに準備した。あ、なんか木の橋を落とすとか落とさないとかってこと？実はごめん、俺みんなにさ嘘ついてた。さっきピーマンの話なかった。なんか木の橋を落とすとチャールズも落とせんじゃねみたいなことが書いてあった。遠隔爆弾をあの木製の橋の柱に取り付けてくれ。終わったらここで合流しよう。なるほどね。え、爆弾持ってないよ。なんか舞い上がるな。爆弾。え、もらったのかな俺爆弾。あ、もらってる、8個も。遠隔操作で爆発させることができるダイナマイトのパック。そんなものいきなりもらっちゃっていいの？俺を信用していいのか？俺はお前のこの家にダイナマイト仕掛けるかも。そんなことしない。あー、待て、来てる。あ、来てる。なんか今一瞬聞こえた気もしたんだよな。気のせいか。
なんか汽笛だけ鳴ってさ来ないみたいな結構あるからな。あそこに仕掛けるってことかな、もしかして。え、なになになの、あーちょっとだから、家まで来るの、ちょっと伸びてる伸びてる伸びてる、あ、いや、やめてやめてやめて、どう、え、ダイナマイトこっから使えない、ダイナマイト放り投げられないかな、ちょっとめっちゃ、あー、ここでもダメージ受けるんかい、めっちゃ食らってるし、ビビりすぎビビりすぎあなたビビりすぎ、どこから行くといいんだろうこれは。あ、でも思うつぼじゃないこれ、出ちゃったら早く去ってほしい。ああの人おとりして、おとりして後ろからぐるっと回っていけないかな。あ、入り口はここしかないから裏とかそんなものはない。走ってって大丈夫ここ、てか俺の汽車どこ、わかんないけど左斜め前とかなんかぐるっとどっかわかんない、とりあえず出るか。あ、いなくなった、お前汽車なんだから線路を走れ、なんてやつだ。ああった、やめてやめてやめて、あ、やめてやめて、あー大丈夫か、来るか、ちょっと来そうだこれ。青の方がね割と目立つからいいかもね、チャールズ。いや、かっこいいなこの色。あ、違う、ちょ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 、あー来て、来てるか、音はすれども姿はなしで、橋を、あそこだね、このまま戻るか一旦で、握るもんを握って、うん、寿司を握るではなくてね銃をね、銃を握って、ここで、うわ、また全然行き過ぎてる、来た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 、こっから撃てるよ多分、撃てる、あ、いい感じいい感じ、ババ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 バ、揺れるな揺れるな揺れるな、横に揺れるなよ、俺の行きたい場所に行けなくなるじゃねえか、ここに来たかったのに。あ、いや木の橋苦手なんじゃねこいつ。あ、言ってたな、頭いいからさ木の橋にはさなかなか近づかないみたいな。じゃあ木の橋のギリギリのとこで止まろう。もう木の橋の上で止まっていいんじゃねここで。ほらほらほら、いい感じ。爆弾が仕掛けられました。0分の、どこどこどこ ?8 分の0。どこに仕掛けんだろう、どうなる、俺の汽車だけ攻撃。うわ、汽車は攻撃しないんだよな、こいつ。頭いいな。結局人間しか攻撃しないわけよ。下かな、やっぱ上じゃないか。にゃあ、なんなの、あ、これか。あ、1個。場所通ったら勝手に仕掛けてくれんのかな。あ、仕掛けてくれた。あ、あー、なーんて、どこで脱線すんねー。